ちょっと大丈夫ですか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ、大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。 言う通りにしろ。 私だけが君たちを救える。君たちの魂は浄化され、来るべき世界の礎となる。すでに器は整った。
それは魂の住まうべきところだ。さあ、集え。良き終わりはそこにある。選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらう。付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。あいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。防災本部からの
なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。
何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。
生きながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間？もう一人。お前は、ふん、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か、興味深い。だがお前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK。マリオ。頼む。
俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリ！マリ！ここは。おい、しっかりしてくれよ。僕は。消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。こちらは防災本部です。防災本部からの。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。
なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付ける。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥から霧が出ていたのか。使えそうだ。なんだこりゃ。ここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。
エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置、余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと？なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。行けそうだ。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何？今はいい。先を急げ。何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。キュウリだけ持っていてもな。あ、エンジンがある。好きなんだよな。そこの2階だ。こ
ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだここ。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万、いやもっとだ。なんだよそれ。まあ何人消えようが俺には関係ないがな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。これってあんたの本？うん。ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。なんだよこれ。気に入ったか。持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、
あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。マンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。持って数分。いいぞ。ここはもう大丈夫だ。石があるはずだ。探すぞ。無理している暇はないぞ。なんだ。近いぞ。周囲をよく探せ。
こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる。違う。いたのか。お前も見えるのか。よし。俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみよう。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていた。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい。せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただ。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。近くに何かあるな。何か。いわゆるパワースポットってやつだ。信心深いな。こういう時だからね。あん
なところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。おお、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪の使いようだな。それでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。筆記のアプリを今日から試すことにする。事故のせいで私の手に麻痺が残ったことを気遣ってくれたようだ。そのことは一切触れなかったが、それも彼らしい。とりあえず最初は日記として使う。今朝の話、娘から猫を飼いたいとお願いされた。妻も聞いていたと思うが、帰ったら改めて話をしないとな。ペットを飼うのは娘の教育にもいいだろう。だがペットはいずれ飼い主より先に死んでしまう。あの子はそのことを理解しているのだろうか。それよりもちゃんと世話をするかだ。気づいたら私が世話をしていることになりそうだ。力をうまく使えよ。鳥居
浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。一安心ってとこだな。手に入れているはずだ。名家と言っているが、これが僕らの世界の貨幣と同じものかどうかは分からない。ただ妖怪がこれを好むというのは分かっている。それを使えば妖怪と取引できる。しかし一体何のためのものなんだろうか。あの世で使うお金なんだろうか。地獄の沙汰も金次第というくらいだからね。お金で解決できることは死んでも多いのかもね。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。
いい感じじゃねえか。おい、タバコ探してくれ。どうして？推定からに決まってるだろ。絶対に嫌だよ。大丈夫だよ。
たら結晶が多いな。あそこがあんな風になっちゃおしまいだよ。水の流れが止まるとそこには数多の情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな、この辺りだと。多い場所で流れが止まるとよくないからね。あそこは不気味なところになっちゃったよ。銭湯か。水がある場所には違いない。中を調べるぞ。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど。そんな風情はねえな。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。何ここ。これ
も汚れのせい。戦うしかないぜ。ああ、無事に戻れたな。これであの淀みも消えただろう。町が元に戻ったら銭湯も再開するかな。どうだかな。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。物事や状況は常に変わってくってことだ。
聞こえる。助けてって。これで少しは戦えるな。おい、新しい技教えてやろうか。今の状態なら覚えられるはずだぜ。力をうまく使えよ。あんたらが元に戻してくれたのかい。ありがとう。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見たものに富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの家主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってください。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。床の間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。どうも違和感があるな。これって何の跡だろう。
もう泣くな。ばあさんに会わせてやるよ。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。開かねえな。鍵を探すか。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。見てみろ、床の間がある。うん、この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。するなよ。近寄るな、ヌスットが。座敷わらしは誰にも渡さん。ヌスット竹竹シートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ。クソ野郎が死んでまで金に執着しやがって。こんなやつは印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。ばあさん、やってくれたな。そうこるな。この子を泣かせんと不幸になるぞ。これじゃダラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。大丈夫だよ。
りは棺。見守ってくれそう。そうだな。助けられる。
まれびとの気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。あ、なんだ。
困った時の。神頼みか。でも、ご利益あったよ。こいつは使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。タヌキ？何か言ってる？おい、力を使ってみろ。俺たちなら、物のありか以外にも動物の意思もわかるんだ。
買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。あの人形、髪が伸びたり、供養に出しても戻ってきたり、気に悪くて、死んでも成仏できないし、全部あの呪われた人形のせいなんです。見つけ出して供養してもらえませんか？どんな人形なんですか？先に亡くなったあれが大事にしてた日本人形なんです。その人形、何かが宿ってるな。ここから人形の思念を終えるはずだ。よし、思念が見えたぞ。ここからは追えねえな。迂回するぞ。地道にやるしかねえな。普通の人形がなんで宙に浮くほどの力を持ったのかな。さあな、殺人鬼の霊でも乗り移ったんだろう。 B 級映画の見過ぎだよ。 DVD はよく見てるかな。サブスクじゃないんだ。なんか言ったか。
いつらを呼んでやがるのか。追うぞ。今のは人形の声？見ろ、あの藁人形には呪いが施されている。あれをお祓いすればいいんだね。お願いします。弟さんって神社にいた男の人？はい、私がずっと守り続けていたんですが、離れてしまったせいで守りきれなくて、弟は呪い殺され成仏すらできずにいました。だからせめてその地獄を解いてやりたかったんです。これで私も安心して成仏できます。神社の霊に人形を届けて本当のことを教えてあげなきゃ。人形のせいで死んだと勘違いしてたからな。本当は守ってくれてたのに。この人形に宿っていたのはあなたのお姉さんだよ。あなたを呪うための藁人形があって、彼女が身代わりになってあなたを守ってたんだ。姉さんが？それじゃあ私が事故でやったのは。お前が守り神を手放したからだ。まさかこの人形の中に姉さんがいたなんて。ずっと私を守ってくれていたのか。それを私は。姉さん、すまない。許してくれ。姉のおかげで、お前ももう成仏できるはずだ。彼女もあなたを救ったことで、安心して成仏したよ。本当にありがとうございました。礼はあの世で姉に言うんだな。よし、上出来だ。
ただで働く気はないぜ。猫に報酬ねだるの？これでまた強くなれた。本当だろうな。まあ、見るのはただだし。もっとか。さっさと行くぞ。